もう何でしょう、このゲーム非常にスムーズに進んだんですけれども、ここで初めてもうチリチリした、こってりしましたね、ねえ、ここ急に雰囲気変わった、うん、これだからあっさり積もれないのかもしれないね、これイスチーは、イスチーマン、まあ、でも枚数はちょっと少ないか、引いた、引いたよ、引いたよ、引いた、ナンチュンシャンポン、ナンが1枚切れているだけ、3枚山のシャンポン待ちです。ああ、北か大井さんと太郎もしっかりとそのリーチを見据えました。いや、もう一人か二人来ますよ、でもこれ来ると思う、誰が先に上がれるかですね。さあ、リーチ受けた一発目、パーソー通ってない、ね、勝負だ、ね、なんちゅんなんてもう何これ、あー、ウーアン切りづらいな。いや、でもね、イーマンが通ってるか、イーマン切ると何待ち、リャンウーマン、リャンウーマンね、なんかね、ちょっとね、マッチとしては魅力が減っちゃうんですけど、はい、リャンウーマンなんて全然ないじゃないですか、これ全然ないね、リャンマン1枚ある、出てない、出てない、リャンマン1枚だけある、ひどいね、きついですね、枚数は激減しました。でもなんちゅん、なんちゅんどこ行くの、本当に、あー、ここか、いや、これは切れないね、太郎にも危ないですからね、これ太郎にも危ないね、ここは我慢するんじゃない、我慢する、現在2番手のユウ、我慢しない、我慢しない、大井の上がりです、リーチチュンドラ、乗るんだよね、この男、運命を分ける裏ドラ1枚、8000点上がり切った、大井高春、鈴木ユウ勝負をかけましたが、ここは宝珠に回りました。さあ、何の4局です、太郎が守りきるか、どうなんでしょうね、今のね、チュン ね、めちゃくちゃ危なくは見えるじゃないですか、だって太郎が手出し1万っていうのが弱く見えたんでしょうね、うん、あ、じゃあ太郎には切りやすくなっちゃってたのか、切りやすくなっちゃったんですよ、あれがなんか強い牌ピンっていってると、うん、ちょっとやめたと思うんですよね、そうか、でもリーチの方に当たってしまったという、しかしな、多い酸素引く、いや、まあ、ね、残ってましたからね、あれね、やべえ、今のはいい入り目でしたね。さあ、何の4曲、ドラは3ピン。太郎の親番です。ん？大井と太郎は何点？1500点。あら、何点上がればいいの？1500点なので、まあ、1500点。300、500でいいです。え？太郎親だから。あ、そうか。うん、太郎親か。そうです。なので大井は1300出上がり以上はもう1300だとダメだけど、もう出上がりもう2000点とかでいいです、だから1600でもいいです。太郎まくられたかなって顔してるな。いや、ちょっと大井さんやっぱり来ちゃったかという表情も見えますが、これ太郎はもう税が非でもトップが欲しい。萩原は万貫積もったら、萩原は万貫積もなんとトップです。トップだよね、はい、なので萩原はもうその1点を狙うでしょう。いや、これ仕掛けていきづらいんですよね、うん、あの脂っこいとこドラも含めて、でドラドラか持ってるけど、今もうドラじゃなくていいから上がりやすい手が欲しい。チートイしか行きづらいだろうな、ポンっていくと。いや、でも待てよ、太郎は上がってももう一回やらなきゃいけないんですよね。シャア高い方がいい、ええ、それは高い方がいい。あ、萩原もこれ漫画になりますね。シャア打ってもう目いっぱいでしょ。リーチも単葉赤で OK、2004年積もったらトップ。リーズも赤ドラでいいんだもんね、うん、3品引いて、でユウは羽マン積もるとトップです。ちょっとそういう感じじゃないね、この手は。今回はちょっとドラも手役もあまり見えない。早くイーシャンテになれと思ってるだろうな、太郎ね。えとにかくスピード感欲しい。ドラがあるので打点は約束されている。すごい数層だ。あ、強烈やな。そう、いや、もうだって単葉ピンフダマテン OK、最悪食いたんで積もっちゃえばいい。直撃か300、500でもいいですね。直撃はもちろん OK です。これた、あゆうは萩原との差が4100なので1200積も、微妙に難しい。あ、ドラン凝った。これは動きやすくなったね、今度は。これ泣いても、これ泣いても大丈夫です、うん、上がりまでだいぶ近くなりました。どっちが来るんだ。あれ、これでいいシャンテンだ。カンローソースブローソース、ぶつかる。ここで戦友の2人がぶつかります。お互いの強さを認めているこの2人。いや、だって大井も言ってたじゃないですか、もう太郎さんには寝ててほしいと。そう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 、太郎さんを目覚めさせたくない、強いの知ってるからと言ってたんですよ。そうだよね、目覚めちゃいますよ、ここでトップ取ったら。そうだよね、それは大井も重々承知の上で今回まくりに行くぞと意気込んでいるはずです。太郎はこれはもう絶対決め手になる。
あー、いい形な。もうこれ仕掛けていいんだ。やで OK、あーらららら、2000点でいいんです。楽な点になっちゃったね、大井さん。だいぶ楽ですね、これは。さあ、ユウはね、どこを落としどころとするか。現状いいシャンテンです。なん、風だ。風ですね。なんは場に出ていない。これ有効ですね、パーピン打って。いいシャンテン。リャンマンをポンしている太郎です。どっちが来る。受け入れはこっちが広い。いや、これはつもぎにするでしょうね。ええ、いやー、これはしびれますね。萩原もマンガンツモはかなり現実的で、ユウはここから条件を満たす上がりにどう持っていくか。着順アップは狙いたいですよね。だから3ピン入れてリーズもトライチ、まあ、最悪リーチツも裏位置とかにかける可能性もあるか。この順目はまず工夫していこう。4枚目ですって。どうします。切るんじゃないかな、手出しで。安く見せる、高く見せる、つもぎり、これで3ピンなくなっちゃった。もうその事実は太郎だけが知っている。あ、何本だ。泣けた。トイトイ、どっち打点欲しいですか。なん、ドラさん赤、トイトイまで欲張っていこう。ウーマンと数層のシャンポン待ち。そして、そう、ローソーは泣ける。カンローソーの受けがあった。赤を見せない。赤は見せずに王位が泣きました。で、赤切るの。それは台無しなんです。2000点は欲しい。1000点ダメですから、これ、はい、サブローママチテンパイです。おい、上がれば、上がればトップ、上がればトップのテンパイ入りました。5万ないんだ、太郎。5万ないですね。数層が1枚だけ、数層1枚だね、ありますね。太郎のマチは1枚だけ。3万1枚。これね、サブローママ結構薄いか。いや、でもローマンがある。わー、ねえねえ、同じマチになったよ。同じマチになった。さすがに両面だったらサブローマンにしますか。します、します、します、しますよ。山に3枚のサブローマン対決になってしまうのか。なった。くしくも2人同じ町で相まみえました。サブローマン町、積もった。うわ、強えな。500銭。最後は大井の手元にローマンがやってきました。500銭、重たく響いた500銭でトップは大井高春。太郎の顔が、この表情、大井さんにやられたかという太郎の表情も非常に印象的。さあ、そして大井高春、2着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 からのトップ。ありがとうございました。試合会場はアベマズの黄金に染まりました。いや、見事なトップでしたね。